今日金沢ゴーゴーカレースタジアムに姿を見せたのはサッカー日本代表キャプテンの遠藤航選手と現在ドイツのチームでプレーするチェイス・アンリ選手です。今回遠藤選手がチャリティーイベントの発起人となり能登地区と内灘町のサッカーチームを招待、およそ110人の選手が集まりミニゲームなどを通じて交流を深め、終了後は記念撮影をしたりサインに応じていました。一緒に試合ミニゲームをできてハイタッチできたのが楽しかったです。辛い思いをした子たちがね、少しでも楽しんでもらえたらなっていう思いで今日一緒にプレーしましたね。遠藤選手は引き続き能登に向けて支援できることをしていきたいとも話していました。この野球教室は JA 全農全農グループと世界少年野球推進財団 WCBF が全国各地で開いているものです。今回の会場の小松ドームでは小松市と加賀市の少年野球チームの選手たちが侍ジャパンの井端弘和監督や元巨人の中畑清さんなどから指導を受けました。角を触るっていう、絶対こうはダメだ、こうやってついちゃったら骨折しちゃうから。バッティングや守備でも自分が苦手なことをアドバイスを受けてちゃんと活かせるようにしたいです。野球を通じて仲間だったり感謝の気持ちをね、持てる人間だと教えると思います。ピッチングではメジャーの経験もある五十嵐亮太さんが指導にあたり、元プロ選手の講師たちは手本を見せたりしながら野球の基本技術を分かりやすく伝えていました。イオンモール新小松で行われた優勝報告会には北国銀行ハニービーの選手や監督らが並び、これまでの応援に対する感謝の思いを伝えました。すべてのタイトルで優勝し、そして先月行われました、プレーオフで優勝し、10連覇を達成することができました。日頃から本当にたくさんの方々が私たちの応援をしていただき、本当に、私たちの本当のパワーになっていました。キャプテンの永田選手ら3人が引退。また日本代表メンバーでもある相澤夏樹選手と中山佳穂選手はドイツのクラブチームへの移籍が決まっていて、今日は最後のハニービーのユニフォーム姿の披露となりました。イオン加賀の里店で開かれたこのイベントは、焼きそばやカレーといった食事のほか、スイーツやドリンクなどを提供するキッチンカーを一堂に集めた催しで、2日間で延べ43台が出店します。会場には開始早々お目当てのグルメを味わおうと多くの人でにぎわっていました。バナナスムージー美味しい。いつもは見れないようなキッチンカーも合わせて楽しんでいただけるかなと思って開催しました。石川県を盛り上げていきたいなという気持ちでやっております。今回のイベントの収益の一部は能登半島地震の被災者に寄付されるということです。このイベントは明日も行われます。国税庁は元日の地震を受け、石川県と富山県を対象に確定申告と所得税や消費税などの納付期限を延長する措置を取っていました。このうち特に被害が大きかった能登の6つの市町を除く地域については延長措置を終了し、申告や納税の期限を来月31日とすることを発表しました。能登の6市町については引き続き期限が延長されています。また今回期限の延長が終了する地域でも、地震の影響で確定申告ができない場合や納付が困難な場合は、期限の延長や原則として1年以内の納税猶予を受けることが可能だということです。